はい、こんばんは、ドンチャンネルです。6あ、7月16日の夜。実を言うとですね、今日自転車トレーニングに行こうと思って、昨日、昨日パンクしたのかなうん、えー、っと、一応パンク修理したネストのリミット2でさあ行こうと思ったらね、またパンクしたんですよ。で、よくよく見たらさ、もうリアタイヤの ある部分がさ、なんかもう、穴が開いたみたいになってたのね。うん。なんでその部分だけ急速に劣化したのかはわからないんだけど、自分の記憶だと、なんかそこになんか、ガラスかなんかの異物が入り込んでいて、それがなんか取れずに、えっ、ー、と、何回かこう、チューブを、チューブがね、あの、空気抜けたっていうことがあって、ちょ,ちょうどその部分がね、 今度、まあ、タ,タイヤが、その部分が薄くなって穴が開いてるみたいになってたんですよね。もう毎日のように走っていて、まあそこに負担がかかっちゃったのかなとかいうのもね、思って、ああ、これはもうタイヤ交換だわと思ったんですよね。んで、えっ、ー、と、タイヤ選びがさ、またあの、どの銘柄がいいのとか色々あるじゃん。 で、マキシマムのやつ、マキシマムのタイヤ履いてるんですね。まあ新車、今年の正月に買って、まあこの度、めでたくタイヤ交換の運びになったんだけど、考えたらさ、半年以上、ほぼほぼ毎日みたいなペースで走ってたんで、まあちょっと計算したら、あ、これ6000キロぐらいだって、 往復35キロですもんね。10回行ったら350キロでしょ。6000キロぐらいは走ってるはずだよなと思って、ネット検索して、自転車のタイヤ交換目安とか検索したらさ、だいたい、経年変化とかもあるんで、だいたい3年で買いましょう。距離で行ったら3000キロぐらいですとか書いてあって、え俺も三千三千3000キロどころか6000キロぐらい走ってるんですけど、みたいな。<laughs> まあ、経年変化はね、まだしてないですよね。だって半年しか経ってないんだもんね。うん。で、まあ、ちょっと自転車に詳しい人とか、といろいろ話ししながら、タイヤとかを検索してたんだけど、えっと、28C、太さ、28C のやつが付いてたのね。で、25C とかはどうなんやろうね、みたいな話になって、 えとアマゾンとかさヨドバシカメラの自転車コーナーとかさ検索しまくったけど今入っているマキシマムのタ、えー、イヤが見つからないんですねで 28C しかサイズもなかったんですよそれでも、まあ、仕方ないから注文しかけたんだけどその知り合いがさ アリエクスプレスっていうサイトを教えてくれたのね。で、マキシマムの、あ、マキシスの、えっと、25C の太さのやつもあるし、値段はね、安いんですよ。1本1800円ぐらい。うんだって、アマゾンで買ったら1本4000円ぐらい、4000円超えてたもんね。あ、これ9000円、ほぼほぼ1万円コースだなと思ったんだけど、 送料入れてもね、はほぼほ,ほぼ半額ぐらいで買えるんで、これまだまだリ用したことがないサイトなんかネット検索して調べたら、アリババってあるんでしょ中国のなんかそういうサイトで。そ、その系列らしいんだけど、アリエクスプレス。大丈夫かなと思いながらね、まあ注文してみましたよ <laughs>。ただアマゾンみたいに、ピュッとすぐは来ないみたいで、なんかね、 投下発、投下発送って書いてあるんですよ。投下発送って、今から投下したら発送してくれるんでしょうか今から投下したら着くんでしょうかみたいな、そういうとこももうわかんないのよ <laughs>。まあ、ちょっとね、試し、試しに注文してみました。まあ、タイヤ交換すべ、すべ、すべ、する予定の、えっ、ー、と、 ネストのリミット2がまあ乗れなくてもまあメリダもあるしさブリヂストンなんかもあるし、うん、まあちょっと様子見ようかなとで今日はとりあえず、まあ、久しぶりにねあのロー,ドロードバイクの、えー、メリダに乗ったんだけど今までさあのほぼほぼ10キロの自転車に乗ってトレーニングしてたんで8.5キロのメリダに乗り換えたらもう 楽楽どこでも楽楽ってビュンビュンっていけるかなと思ったら、いや、そうでもなくって、あれで自転車でさ、なんか使う筋肉が変わってくるんやろうか、こう、微妙、微妙なこう姿勢とかでさ、なんか、上り坂とか、特に帰り帰りがけ、菓子、カモメ大橋とか、なんかすごい上り坂が結構きつくて、あれこれ、今までトレーニングしたんだから、 もっと軽快にの登れるはずだったのに、ね、意外とこう、なんか自分がイメージしてたようにはこう焦げなかったんですよね。うん、使う筋肉は違うのかなで、メリタに乗ったらメリタに乗,乗るための筋肉をまたこう開発しなきゃいけないのかなみたいなことをね、考えながら今日走ってました。うん まあちょっとね、この辺が自転車の、ね、奥深いとこかもしれないですね。うん、人の体ってなんか使うマシンに順応する特化するようなところもあるのかなだとしたら日に日にこう自転車をローテーションして乗って体中のいろんな筋肉をまんべんなく鍛えたりするっていう。 理屈もあるのかなって思ったりね。まあ、この辺ちょっと奥深いですよね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。